一から学ぶ中学受験算数。今回はいよいよ角度の最後、第6回角度丸三をやっていきます。今回の授業の内容も動画の概要欄に授業のプリントを印刷できるように配信してますので、印刷できる人はね、そちらから印刷をしてね、ぜひ今回の授業を学んでください。では、今回の角度丸三ね、今回の内容は小学校ではね、やらない内容なんだけど、中学入試では必ずと言っていいほどよく出る問題だから、公式、ね、覚えてもらうこと出てくるけど、しっかりね、ポイントを押さえて覚えてください。では、まず例の問題を解く前に、覚えないといけないポイントを確認しましょう。全部で3つあります。はい、では1つ目、丸1。N 角形の内角の和はホニャララ度であるということで、まず言葉がよくわかんないのがいきなり出てきちゃったね。確認しましょう。まずここに書いてる N 角形っていうのは、ここの N、 この N には何かね、数字が入ります。例えば三角形の3とかね、四角形の4とか、ここには数字が入るところ。ここね、空いてる四角ね、空欄の意味のこの四角ってここ書いてもいいんだけど、そうすると四角角形っていう言葉がね、四角形とかぶっちゃって分かりづらいから、ここはよくね、塾の参考書、そして問題書には N っていうのを使います。ちなみになんで N なんですかっていうね、疑問を持つ人がいるかもしれないけど、まあ、N 数字のね、英語の頭文字ナンバーっていうよね、数字のこと。そのナンバーの頭文字 N をよく使うっていうのがね、一般的だから、まあそのぐらいの意味でね、そんな深い意味はないんだけどね、まあここには何か数字が入るんだっていうことで押さえてください。そしてこのね、なんとか角形の内角、内側の角と書いて内角っていう言葉が出てる。これどういうことかって言ったら、ちょっとここ空いてるところにね、例えば三角形書きます。はい、普通ね、みんなが三角形の角って言ったら、この3箇所のところ、ここを角って言うよね。まさにみんなが普通に三角形の角っていう場所、ここのことをね、内角と言います。内角。ちなみに内側の反対の言葉、そうだね、外、外角っていうのもあるんだけど、外角って何かって言ったら、この内角の隣のところ。外側だよね、ここね。それとか、こっちの内角のお隣のところ。あと、こっちの内角の、まあ、お隣のところ。こういったね、今赤色で印つけたところ、外側の角のことをね、外角というから、これも合わせて覚えておいてください。はい。で、そしたらね、普通みんなが角っていうね、場所、それの和、つまり全部足したら何度になるかということです。例えばね、ここ三角形、ここが3だったら、三角形の角って全部足したら何度か、これみんな覚えてるよね。ちょっと下の絵を使います。三角形だったらみんな180度っていうのね、ここ覚えてると思う。そして四角形だったらって言ったら、そう、360度って前回の丸2でも確認したよね。前回の授業、角度丸2でも確認しました。そして次、五角形はといった場合ね、ちょっと覚えてる人覚えてない人いると思うんだけど、こんな風にね、図形の角がどんどん多くなった場合も簡単に考えれる方法があります。それが何かといったら、その考える図形を対角線を引いて三角形を作るという方法です。例えば四角形だったら、対角線これ1本引くと三角形2つできるよね。三角形って1個角が全部で180度。それが2つあるから、三角形が2個ということで、180×2 で360度というふうに四角形は分かります。同じように五角形、この例えば頂点から対角線を引くと、はい、こんなふうに2本引けるね。つまり三角形が1、2、はい、3個できました。はい、ということでね、三角形180度が3つだから、そうだね、計算するとこれ540度って分かります。そして例えば六角形だったら、はい、1つの頂点から、はい、こんな風にね、対角線全部で3つ引けます。
三角形は全部で、はい、4つできたね。つまり 180×4 で720度ってね。はい、六角形もね、こんな風に角度全部足したら何度かっていうのを出せます。いいでしょうか。ここでね、みんなに考えてほしいのが、今先生が下に書いたこの数字ね、これって何かって言ったら、三角形が何個あったかっていうのをね、今ここに書いてます。四角形だったら2個、五角形だったら3個、六角形だったら4個。何か気づいた？四角形だったら2、五角形だったら3、六角形だったら4個。そう、つまり名前の数字よりも、そうそう、2減ってるよね。わかる？例えばだよ、これ十角形だったら三角形何個できるかって言ったら、そう、10-2で8個ね、10-2で8個ってね、わかるはずです。例えば百角形だったら三角形って何個できるって言ったら、そう、100-2の98個できるんだね。いいでしょうか。ということは、N 角形の内角の和ってどうやって出せるかって言ったら、三角形、はい、180度です。それが、三角形が、その名前の数よりも2少ない個数だけありますよと。からということで、 180×N-2 という計算式で、実は角度の和はね、出すことができるから、これぜひ公式として覚えてください。いいでしょうか。これ非常に大事なことだから覚えておいてね。そしたら次、2つ目いきます。次は N 角形の、次は外角、外側の角を全部で足したら何とか。はい、どういうことかって言ったら、例えばここにね、今先生三角形、すごいちっちゃい三角形書いてね、外角、外側の角が分かりやすいようにね、はい、こんな風にね、ちょっとミニサイズで書いてるんだけど、はい、今先生が、はい、赤色で塗ったところが、はい、外側の角、外角、この赤色を全部足した和を求めたいんだね。じゃあこの赤色全部で足したら何度かっていうのは、実はね、絵から皆さんすぐ分かります。例えばね、今先生ちっちゃくね、この外角のところを表したけど、これをね、すっごいオーバーに書いてみるね。例えばここの角、これすっごいオーバーに書くと、こっから、はい、ここまでっていうことだね。いいかな。そしてね、次こっちの角もオーバーに書くと、こっからここまで。そして最後の角もオーバーに書いたら、こっからここまでだと。はい、つまりこの赤いところ全部足したら、そう、これぐるっと一周したね。つまりこれ全部足したら、はい、ぐるっと一周360度になります。同じように四角形も、この外側の角、外角、四角形も当然ね、外角4つあります。この4つ全部合わせたらって言ったら、はい、オーバーに書くとね、こっからここまででしょ。そしてこっからここまで、そしてここはこっからここまで、ここからここまでということで、そうです、つまりこれもね、ぐるっと一周したね。つまりこれも360度。これね、五角形六角形とね、いろんな図形についてやってみると面白いけど、これ全部ね、ぐるっと一周するんです。つまり N 角形の外角の和っていうのは、これ必ず360度になります。すごいよねこれね。例えば百角形とか書いたとしても、これぐるっと一周したら360度ね、外角の和はね、ぐるっと一周して360度になります。どんな、ね、角度でも外角360度になるから、これもね、覚えておいてください。はい、じゃあそしたら次ね、3番目は N 角形の対角線、全部で何本引けるでしょうということです。これ具体的な図形1個ね、考えてみようと思います。はい、例えばね、5、これ五角形かな、五角形を例にちょっと考えてみよう。
例えばみんな五角形ってね、対角線何本引けるかという時に、はい、グリグリグリと今印をつけたここの頂点から対角線引きますって言った時に、全部でみんな何本引ける？うん、これってね、五角形だから5本かなっていうので5って考える人は多分いないと思う。なぜなら、まあ、頂点ね、全部で5個五角形はあるけど、自分自身この点からこの自分自身の点までって線引けないよね。だから5からまず自分自身には引けないから1個頂点覗かないといけない。そしてこの頂点からよいしょ、ね、この頂点からお隣、このお隣の頂点にもこれ引けないよね。ここ引いちゃったら辺になっちゃうからね。ということでお隣2つ分も引けないからこれも引く。つまり結べる頂点この場合ね、全部で2つしかない。つまりこことこことしか引けないということね。はい、ということでこんな風にね2本引くことになります。ここまで OK、はい、五角形の場合ね、1つの頂点から2本引くことができます。これ一つの頂点からね。そしたら他にも頂点ね、他4つあるから、他からもう全部で、ね、同じように2本ずつね対角線が引けるかって言ったら、実はそうじゃないんです。なぜなら、例えばね、ここの頂点から対角線引こうとしたら、まあこれ同じように、まあこれは2本引けるね。そしてここの頂点からはって言ったら、あ、気づいた？これってここの頂点からこっちに引こうとしたら、これさっき引いたところとダブっちゃうよね。こっちはまだ引いてないから引ける。OK？ そして次、ここの頂点からはって言ったら、対角線。あら、もうダブっちゃう、ここも。ほら、ここダブっちゃった。ダブっちゃったとこ赤で引いとくね。ここもダブっちゃった。OK？ はい。そして次、ここのね、頂点からはと言ったら、これもね、ダブっちゃうね。こことここがダブっちゃう。 OK？ ということでこれ全部で5個の頂点から5個の頂点から2本ずつ引けたとしたら、本当はね2本5個の頂点から引くからね、 2×5 の10本引けるはずなんだけど、今見るとね、これって全部で対角線、これ数えるとね、これって半分のね5本しかないはずです。そうだね、1,2,3,4,5 ね、5本しかない。つまり最後ね、ダブっちゃうところがあるから、ダブっちゃうのを考えると半分にしないといけないってことね。はい、これねちょっと難しかったかもしれないけどね、これまとめるとどういうことかって言ったら、はい、なんとか角形 N 角形の場合、はい、一つの頂点からはN 本引けるかって言ったら、そうじゃなくて自分自身ね、自分の頂点には引けない、マイナス1ね、引く1しないといけない。そして隣の頂点にも引けないから、さらに引く2しないといけない。合わせてさっきと同じね、引く3合わせてしないといけないということ。 OK、 これが、はい、全部で N 角形の N 個の頂点から同じように全部ね引けるかって言ったら、そうじゃなくってね、ダブルところ割る2、ね、ダブルところがあるから割る2しないといけないということで、まあ理由はそういうことなんだけど、まあ皆さん問題解くときにね、この公式をねしっかり覚えておいてください。つまり N-3×N÷2 っていう公式ね、ちょっと長いけどこれリズムでねぜひ覚えてね、 N-3×N÷2N-3×N÷2 ってね、多分ね100回も唱えたら皆さん覚えると思います。ということで、この公式ね、非常に大事だから覚えておきましょう。では、例1の問題から今の公式の確認問題をやっていきます。じゃあ、カッコ1番。八角形の内角の和は何度ですか？はい、内角の和の求め方だから、最初にやった 180×N-2、N-2、この N に8を入れていきます。はい、じゃあやっていきましょう。180×N のとこに八角形だから8を入れるんだね。8-2と。はい、いいかな。はい、これ計算すると 8-2 が6だね。
だから 180×6 をして答え1080度と出すことができます。ということで答え1080度、いいでしょうか。では次、過去2番、正九角形の一つの内角の大きさは何度でしょうと。今回はね、内角の和じゃなくて一つの内角ね、一つの内角、正九角形ってね、ここ正がついてるから、みんなが知ってる正三角形と同じで、全部9個の角が全部同じ大きさっていうことだね。そのね、うちの一つの大きさは何度ですかという問題でね、この問題の解き方、最初にやった内角の和の求め方を使って出すこともできるんだけど、ここは実はね、こっち外角の和の360度に必ずなるっていうことを使うとめっちゃ簡単にこれは出せますので、ここねちょっとポイントでちょっと書いておく、皆さんも覚えてください。一つの内角、ね、この問題が出たらこれは外角の和を使おうと。はい、これね、大事なことで覚えておいてください。どういうことかって言ったらね、外角って全部で360度でした。ということは、まず皆さん分かるのか、一つの内角じゃなくてね、正九角形の一つの外角が分かると思います。はい、これすぐ出せそうじゃない。だって正九角形全部で9個角があるんだよね。外角も9個あります。その9個全部合わせたら360度だよ。じゃあ1個何度かなと言ったら、そう、360度を9等分すればいいよね。360÷9、計算すると、そう、これ40度と出すことができます。はい、いいでしょうか。そしたら最後ね、もう皆さん内角ってすぐ分かるよ。なぜなら、はい、さっき言ったようにね、外角っていうのは内角のお隣にあるとこ、ここが外角だったよね。今外角が40度、1個40度だよってね、分かったんだよ。ということは、皆さんが求めたいこっち内角は外角のお隣だから、そう、内角と外角って合わせたら180度だよね。それからこの赤色の外角を引けばいいから、最後180から、ちょっとここにかけるかな、180から40引いて答え140度と。ごめんなさい、ちょっとね、これ2段になっちゃいました。答えが140度とね、出すことができます。いいでしょうか。こんな風にね、一つの内角を求める場合は外角の和360度を使うと簡単に解けるよということでね、これぜひ押さえておきましょう。じゃあ最後、括弧の3番です。七角形には対角線は全部で何本ありますかと。はい、最後の問題は対角線の問題だから、はい、この公式 n-3×n÷2 だったね。これを使って求めていきます。ということで、今回 n には、はい、この七角形の7をね入れていきますので、式は 7-3×7÷2。 はい、これで計算できるでしょう。はい、 7-3 で、はい、4だね。そしてまあその後ね、 4×7 してもいいんだけどね、計算楽なように、まずはね、この 4÷2 を計算しとこうか。はい、4÷2 計算すると、はい、ここ2ってなるね。4÷2は2。そして最後ね、残っているこの ×7、2×7 をしましょう。はい、計算すると14本と出すことができますので、はい、答えは14本が答えです。いいでしょうか。
まあ、以上ね、3つの公式をしっかり覚えておくということをね、忘れないようにお願いします。では最後のね、例2の問題、ここは今までやったね問題の中でも応用問題になります。ただ入試でもここね、よく出ますので、今からやるね例もしっかり覚えておきましょう。では例2の問題です。次の図で同じ印をつけた角の大きさが等しいとき、角 X の大きさを求めなさい。今ここに図があるけど、一番てっぺんは54度って分かっています。そしてこの左下と右下、角度は分かってないんだけど、この白丸同士、そして黒丸同士のところは、ここは角度は同じだよということ、いいかな。こことここの大きさは同じ、こことここの大きさは同じだよということが分かってるよということです。そして求めたいのはここの X のところ、いいでしょうか。でね、こんな風な問題ね、よく白丸黒丸問題とかね言ったりもするんだけど、この問題のねポイントは何かって言ったら、図の中に三角形が2つあるんだけど、それは皆さん三角形2つ見つけれるかな。うん、そうですね、確認しましょう。まず1つ目は、はい、ここ、はい、一番外側にね、こんなふうな大きい三角形があるのは皆さん見つけれると思います。いいでしょうか。この赤い三角形見ると、てっぺんは54度分かってるよね。そしてこの左下のところ、ここの角、左下の角はこの白丸2つ分だね。ちょっと丸で囲っときます。左下はね白丸2つ分、そして右下は、はい、ここは黒丸2つ分の大きさだね。いいでしょうか。そしてこの赤い三角形を見て分かるのが、てっぺんが54度だから、3つ合わせた180度からこのてっぺんの54度を引いたら、白丸黒丸2個ずつの大きさだというのが分かるはずです。いいかな。この白丸と黒丸、ここだけ2個ずつ合わせると180から54を引いた大きさ、これ126度と出すことができます。ちょっとこのことね、右側にも書いておきましょう。白丸と黒丸2セット2つずつね、白丸黒丸のセットは2セット、これが今出した126度、いいでしょうか。 OK。 そしたら白と黒2セットで126度ってことは、このことから、はい、皆さん白と黒、じゃあ1セット1セットだったらなんとかって、これすぐ出せるよね。そうだね、2セットで126度。じゃあ1セット半分だったら何度って言ったら、そう、126度をこれ割る2すればいいよね。はい、126を割る2したら、これ63度と出すことができます。いいでしょうか。そしたらね、ここまで来たら最後、図の中にもう一つ三角形ありました。もう一つは、そう、ここに、ね、ちっちゃい三角形が、はい、この青のね、ちっちゃい三角形があります。この青い三角形見ると、てっぺんはね、ここ X だね、ここは X。そして左下は、ここ気をつけてね、白丸1個だよね。白丸1個。そして右下は黒丸1個。さっき分かったことでね、白丸と黒丸合わせたワンセットで63度って分かってました。つまりこの白と黒1個ずつで63度ってもう分かってます。ということは、残されたここ X 何度ですかって言ったら、そう、3つ合わせた180度からこことここを合わせた63を引けばいいんだね。はい、ということで最後です。 X は180から63を引いて、答え、はい、117度と出すことが
できます。いいでしょうか、ね。まあ、こんな風にね、白丸黒丸問題もね、しっかりね、よく入試で出るから覚えておきましょう。じゃあそれでは最後例3番の問題です。じゃあ例3、次の図は長方形を折り返したものです。角 X の大きさを求めなさい。はい、で下の図ね、見ていきましょう。はい、これね、この点線の部分にあった紙がここの部分を折り目にしてペコってね、こう曲げられてこっちに行ったよっていうね、図になります。いいでしょうか。こんな風に、まあ、長方形が折り曲げられたというね、問題、今回はこの X ね、ここね、ここの大きさを求めなさいという問題です。分かってるのはね、ここ110度っていうこと、いいかな。ということでね、まあ、図の中に分かる角度をね、どん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 書き込んでいきましょう。よいしょ。はい、じゃあそしたら、よいしょ、まず皆さんね、分かることで、じゃ一緒に確認していこうね。折り曲げる前にあったここの角、はい、今ね、赤色で先生がグリグリグリってしたところ、これ折り曲げる前にね、あったところの場所だよね。ここって折り曲げられてどこに行ったでしょう。はい、この紙がね、折り曲げられてね、この赤い丸の場所の角ってどこに行ったから、はい、そうですね、これって曲げられて、そう、お隣のここに行ったよね。ということはこことここって同じ場所だから、そう、当然角度は同じ大きさです。いいでしょうか。そしたら次ね、じゃあ次はね、このね、赤丸、ここね、ここと以前やった錯覚、錯覚を覚えてるかな。錯覚って Z 角のことでした。 Z 角、はい、Z の形があったらこことここ同じ大きさだよっていうね、ことだったね。 Z 角の関係になるところがあるんだけど、さあどこでしょう。はい、その通り。これね、どこかって言ったら、そう、ここに Z の文字があるよね。見つけれたかな。ということはここと等しいのはグリグリグリ、ここです。いいでしょうか。そしたらね、ここの赤丸、ね、こう見るとこれ110度のお隣だよね。そう、つまり180から110を引いてここは70度と出すことができます。いいでしょうか。そしたら次、ここ、はい、今ね、青色の印でつけたところ、ここの三角形見てください。これって何三角形になってる。そうだね、こことここがね、どっちも赤丸で70、70で書いてるから、そう、これ二等辺三角形だね。はい、でね、この二等辺三角形、このてっぺん、はい、これ頂角って言ったね。この頂角、ここが何度かっていうのはもう出せるね。そう、さっき赤丸1個70度って分かったから、当然こっちの赤丸も70度だよね。あ、ということはこの青いところの角度はと言ったら、そうだね、はい、ちょっと書いておこう。はい、この青いところの角度は、よいしょ、はい、ちょっとこっちに書くね。180から70を2つ引けばいいので、そう、これ40度と出すことができます。でしょうか。そしたら、そしたらもう最後です。最後、この青と X ね、合わせた大きさ、ここって曲げられる前は当然ここにあったところだね。ということで、ここって当然、はい、90度の大きさのところです。ということはこっちも90度、つまり90度、この緑ね、90度からこの青色40度を引いたら、最後残るのが X になりそうです。はい、ということで X は最後ね、90から40を引いて答え50度と、はい、出すことができます。いいでしょうかね。このね、紙をね、折り曲げるっていうもんで、ね、ちょっと応用問題だったけど、これもね、しっかりね、分かる角度を書き込んでおけばね、しっかり解くことができます。ちなみにね、ワンポイントアドバイスとして、覚えれる人はね、覚えたら便利だよっていうことを言っときます。それ何かって言ったら、さっき確認したようにね、
この紙をね折り曲げるっていう問題、この紙が重なったとこ同士、はい、さっきのねこの青色の三角形のところ、これって二等辺三角形になったよね。はい、まあ、つまりですね、よいしょ、こんな風に紙を折り曲げますよっていう問題で、この紙がね重なってる場所、この重なりの重なってる部分の三角形、これ必ず二等辺三角形になります。はい、これね、まあ覚えれる人はぜひね覚えておくと、はい、これ便利なこと多いからね、まあ、覚えれるんだったらぜひこれも合わせてね覚えておいてください、ね、最初からこれ二等辺三角形って覚えてたらね、まあ、すぐパッパッとねこう70、70と書き込むことができるからね、もっと素早く解くことができます。いいでしょうか。ということで、まあ、以上で、角度についての、単元は終わりになります。次回からは今度はね面積に関してね、全2回の授業を通して、マスターしてもらいたいと思いますので、どうぞ次回からの授業も楽しみにしておいてください。ということで、以上で今回の授業終わります。ご視聴いただいてありがとうございました。